どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ミニバルキリーローズ使っていこうと思います。はい。このキャラですね、ミニシリーズの星6キャラなんですけど、まあそうですね、このキャラ、進化後かなり強くて、まあ実際に使っていきます。はい。覚醒が2ウェイ4つ、実況ガドブレ、スキルブーストプラス、封印耐性、指延長プラスと、超覚醒スキブプラス持ってます。まあ実況2ウェイ4つ持ちなんで、使うパーティーは皆さんご存知の通り、デートなパーティーなんですけど、まあその上でスキブもあってね、火力も出せるキャラになっております。はい。もちろん上限解放つけて使っていきます。はい。特徴としてはもうステータスですね。HP が8878、攻撃6166、回復2945。とんでもないです。で、これ今回ね、裏4次元で使うんですけど、ミニバルキリーローズ、レアリティも6ということで、まあ、デートナパーティーの回復力増強としてかなり優秀なキャラなんですね。なので今日はサブで使っていきます。まあ、スキルこそね、回復お邪魔毒をね、光に変化が3ターンスキルと。まあ、あんまり使わないスキルではありますけども。言ってまあ、お邪魔毒耐性にはなりますし、まあ、あと変換としても使えるって感じになってます。今日はそのね、ミニバルキリーローズを実際にデートナパーティーで使っていこうと思います。はい、ということで編成紹介していきます。まずはデートナ遅延4に、神キラーでファガン継承です。でコットンですね、スキブプラス消せない回復に神キラー、そしてボロス装備継承です。はい、そして雷神10強にドラゴンキラー、チーム HP 強化、悪魔キラー、回復強化、潜在つけてあげてアシストが5条継承です。はい、でバルキリーですね。このバルキリーのおかげでこの編成回復力を補えてるって感じになります。はい、パッと見誰でもいいように見えて、このバルキリーはめちゃめちゃ優秀で、これによって、この雷神とかもね、結構自由に潜在つけれてるって感じになってます。はい、そしてアリエル、2ウェイに上限解放マシンキラー、そしてクルセイダー装備継承です。はい。最後フレンドがデートナー、チェーン4に神キラーでサリア継承って感じになってます。はい、まあという感じの編成を使ってね、今回は裏4次元やっていこうと思います。はい、もうバルキリーがどれだけ強いかをね、紹介できればなと思っていますので、ぜひ実際にやっていきましょう。さあ、ということで、1階層から実際にやっていこうと思います。行きましょう。まずは、1階層、デイトナをダブル変身してあげて、そして、五条装備からのクルセイダー武器撃ちます。で、光の4の軽減で耐久してあげて、その後、ボロス武器で2ターンヘイスト、デイトナダブル変身まで持っていきます。はい。で、このまま殴って削っていきます。42億出せればワンパン可能ですし、42億出せなかった場合は、もう1回光4消ししてあげて2パンしていきます。はい。まあ、とりあえず、電力コンボで殴っていきます。惜しい。25億。あんま惜しくねえわ。で、もう一回デイトナ打って突破していきましょう。さあ、続きまして、2階層ですね。で、ここはですね、闇の麦虎なんで、光4消しのみで削っていきます。今回、バルキリーシェールが入って回復力上がっているので、まあ、この回復減少時でも5600ぐらいは回復してくれます。はい。まあ、もちろん今、回復減少時なんでね。まあ、通常の回復力はまた後で紹介します。はい。ここ光4消して殴っていきましょう。ちなみにデイトナエンハンス入れたバルキリーの火力は、ツベ1個で20億ぐらい。あれ？ツベ1個か今の。1個だよね。さすがに1個だと思う。1個じゃなかったらごめん。1個だとしたらコットンとかアリエルってそんな強いんだね。1個だと思うんで、そう、かなり火力は高いですね。てか、ここのバルキリーのシーンだけ持ってきたらなんか嘘つけないかな。あの、埼玉武器、打った時のもうバルキリーって本当に火力バゲモンなんですけど、このシーンだけ見せたらなんかバルキリーチートキャラに見えるんじゃね？これ、あれだな、大事だな。埼玉打てばさ、種属性、副属性余裕で完走するじゃん。これってことは今のバルキリーって実質攻撃力66万あるキャラなんですよ。なんか嘘つけそうだもんな。これ今度動画ネタにしますね。埼玉武器つけまくって嘘の動画作ろう。各属性ごとに攻撃して全部埼玉武器発動したろ。で、ここもね、光4消して倒していきます。はい。まだ回復減少中ですが、このまま殴って倒していきましょう。全然、でもやっぱ火力高いね。言うてウェイだけで20億ぐらいは出てるみたい。あ、もちろんさ、隣のコットンとかアリエルにはもちろん劣りますよ、火力は多少はね。そう。ただ、言ってもかなり優秀かな。特に雷神と比べると相当火力は出してくれてますね。今回雷神別に上限解放もついてないので、雷神は本当ね、21億出せればいいキャラなんで、そんなに火力必要ないって感じになってます。はい。で、ここは1コンボ繰り返してあげてから、光の4消しで倒していきます。で、消せない回復に関しては、光の4消しもしくは闇の4消しでできます。はい。まあ、この階層の場合は闇の4消しで一応回復してあげればいいかな。まあ、というより別に大抵欠損することないと思うんで、突破時にまとめて回復しながら突破でいいと思います。まあ、突破時に消えるけどね、そもそも。はい、これで倒していきましょう。
で続きまして6階層ですね。6階層に関してもデイトナを打って殴っていくだけで OK です。てかなんならこの階層はデイトナパーティーの場合一番楽なんで、4次元の中で。そう、悪境も下手に食らうことないし、光4消し1コンボで突破可能なんで、まあ、とりあえず適当にコンボしてあげて倒してください。16コンボ17コンボ組んであげて、さあこのまま光4消しで殴り、バルキリーは22億くらいか。はい、で同じく光4消しで突破していきます。さあ続きまして7階層ですね。7階層は雷神もしくはコットン打ってください。基本的に溜まりやすいのは雷神なんで雷神打ちます。はい、雷神打ってあげて、デイトナ打ってあげて、光4消し2セットぐらいで突破できるかな。まあ、なんなら光4消し1セットでも抜けそうな気はするけど、まあ一応2セット組めます。2セットの火力だと13コンボで、はい、こんな感じ。あー、まあさすがの火力ですね。これで倒していきます。はい、なんならあれだ、いやどうだろうな、難しいとこだな。バルキリーに消せない回復つけるのもなんなら1個の手段としてはありだよね。うん、普通に強いと思います、それも。で、デイトナ打って、ここも殴っていきましょう。デイトナ打って殴り、アリエル打って、ロック解除からの殴りって感じです。まあ、コットンのいいところはね、コットンの陣とめちゃめちゃ相性良いところなんですけど、火力的にはシェールの方が、バルキリーの方がちょっと下なんでね。それもありかも。でもこのバルキリーとか、あとはコットンに共通していることなんだけど、副属性別の属性ってマジやっぱ強いな。まあもちろん同属性のメリットとしては、意識関係なくね、勝手に火力出してくれるところなんで、もちろん多分ね、これと総合的に見たらやっぱアリエルの副属性の方が闇とか木の2ウェイより火力は出てると思うんですよ。なんでかっていうと、なかなか光以外の属性意識して消すことはないので、まあ、総合的に見た時にはアリエルの方が火力出てるとは思いますけど、言ってもこの一発一発の火力においてはやっぱりバルキリーとかコットンの方が明らかに火力安定するので、やっぱそういうとこいいよね。ちなみに目安として言っておくと、副属性が同じの場合は、かける 0.1 倍、種属性のね。で、副属性が別の場合は、種属性のかける 0.3 倍というね、特徴がありますので、まあ、圧倒的にコットン、バルキリーの方が副属性の火力は出せますね。で、ヌトは、溜まるアシスト使ってください。まあ、サリアとかね、ここら辺に関しては、なんだ、1ターンヘイストを持ってくれてるので、デイトナのスキルを貯め直すことができるので、はい、このまま16コンボ、18コンボ組んで倒していきましょう。これで突破していきます。で、10階層ですね。はい、10階層に関しては、インドラなんで、アリエル打っていきましょう。アリエル打って、光4消し組んでいきます。はい、アリエル打って、光4消し。していきましょう。まあデイトナも打ってもいいですね、別に。で、この10コンボで、まあ軽く削っていきます。まあただなんか落ち込んとか変に来ても嫌なんで、まあ別にデイトナ無理に打つ必要もないですね。はい。で、これで、こいつがまた怒って回復花火してくるんで、ずらしてから殴っていけば OK です。一応注意点として、アリエルのため直しはお願いします。あれですね、次の階層で使うからですね。はい、ため直していきましょう。落ち込んで光のように来たけど、なんかいい感じの調整になっただけだから大丈夫。これで突破していきます。で、続きまして11階層。ウィジャスに関しては、まあ、木のウィジャスはね、アリエル打ってスキル試してからワンパンしてください。で、光ウィジャスに関しては、無効貫通スキル、初手打ってあげるのはおすすめです。2ターン目以降は全力コンボで OK です。今回なぜか打ち忘れてるんですけど、ここで打つんだったら、初手に打った方が強いかなって感じです。はい。まあ、ただここもデイトナ打って殴っていきましょう。初手打ちしてあげるとめっちゃ強いですね。ルーレットパズル頑張ってください。12コンボ14コンボ17コンボはい、これで突破していきましょう。無効換スキルがある場合はもちろん全部火力入りますし、まあ、そもそも無効換スキルなくても普通に火力は入ります、2ターン目以降の場合はね。で、この階層に関しては光4消し含んで殴っていけば OK です。で、一応なんだけどロックね、やばい場合はアリエル打ってください。はい、火力も10万8000なんで問題なく耐久可能ですね。普通に耐久してあげて光4消しでまた突破していきます。11コンボかな、13コンボですね。14コンボ組んで23億、これで倒していきます。あ、てかバルキリーの回復力について触れるの忘れてたわ。ちょっと後でプレイな階層あたりで触れますね。はい、めっちゃ忘れてました、すいません。
まあ、そもそも今のところ回復やばい場面がないからな。ボス階層とかのは分かりやすいんじゃない。はい。で、ここは埼玉打ってあげてデイトナ打ってますが、これ基本的にね、埼玉武器は、無理に打つ必要はありません。まあもちろんパイモンの場合打ってほしいんですけど、エスカバリと、あとメタトロンに関しては、温存も全然ありですね。一応、温存するメリットとしては、属性吸収無効対策で、キミルとかで使えますので、まあ別に無理に打つ必要もないです。はい。一応、光バルキリーを、スキルとして使うこともできるので、まあ本当にどっちでもいいって感じですね。まあわざわざ温存しなくていいわっつって今回みたいに埼玉打ってもいいし、まあでも決める対策で属性吸収無効使えるしなって感じで残すのもいいのかなって感じです。どちらでも構いませんが、僕的には圧倒的に埼玉武器の方がいいかなって感じ。バルキリーのスキル自体は全然悪くないんですけど、なんて言うんだろう、回復を光に変えるって結構後半とかだとね、もう目覚めの量エグすぎて、そうあんまり役立たなかったりすると思うんですよ。わかるかな。そう、回復が降りすぎてて水ドロップが全くなくて、バルキリー打ってデイトナ打ったら回復欠損するみたいなことになっちゃう可能性もありますし、逆に光が多すぎる可能性もあるんでね。はい。で、ここしっかり耐久ね、先制できるようになってます。育成ちゃんとしてれば耐えれます。この HP の場合ですね、これ育成1体でもサボると耐えれないっていうね感じになってるので、1体もサボらずに育成してもらえればいいかなと思います。はい。もしくは、もうちょい手前でクルセイダー武器を打っておいてあげれば、結構いい感じになるかな。まあ、ただ、基本的に育成サボってると、水見るとか耐えれなかったりするので、まあ、そこのところ注意してください。はい。で、ここは2パンですね。ワンパンは、一応ワンチャンあるのかな？めちゃくちゃ火力乗ればできそう。まあ、ただ、基本的に2パンで問題はないです。はい。てか全然火力乗ればワンパンできそうですね。まあ、ただ、普通に2パンしていきます。まあ別に2パンだからといって何かあるわけじゃないので、16コンボ組んで突破していきましょう。で、ここで闇ドロップ必ず残しておいてください。闇ドロップ残せてない場合はこの階層でコットンか雷神を打つことになります。はい。まあ今回はね、闇プレーナなんで、闇消せないなんで、あれ光プレーナだよねこれ。あれ闇プレーナ、なんかわからなくなってきた。プレイでゲシュタルト崩壊を起こしてるんだけど、まあ、とにかく闇と光どっちもね、消せない回復対応できるようにしといてください。で、コットンの消せない回復で対策していきます。で、俺の予想は光なんだけど、これ闇なの？誰？じゃあお前は。あれ、なんかマジでさ、今寝起きで動画撮ってるんですけど、プレイでゲシュタルト崩壊を起こしてて怖いんだけど、なんで寝起きでゲシュタルト崩壊してんの？とで、回復見てください皆さん、32万ですよ。デイトナパーティーで、デイトナパーティーで32万回復ってガチ強くね。これマジコットンのステータス2900とかいうバケモンすぎる回復力のおかげなんで、これコットンじゃないです、バルキリーです。もう本当にすいませんでした。もう向いてないですね僕 YouTube ね、すいません本当に。でも本当にこのバルキリーの回復力やばくて、回復1セットにつきこれ2万いくさけ2万3000回復するんで、また3セット組むと27万回復と。目安回復2セットでなんと全回復します。めちゃくちゃ強いでしょ。回復2セットで全回復はめちゃくちゃ強いんよね。そう。だからこいつとかで攻撃食らっても別に回復2セット組むだけだから何も怖くないんですよ。回復2セット組むだけ。終わりって感じなんで。もうこれめちゃめちゃ強いです。はい。これがもう今回のこのね、バルキリーの力なんですよ。もちろん火力自体はね、そのコットンとかね、アリエルとかには劣りますけども、そういうところでめちゃめちゃパーティーをサポートしてくれるね、かなり優秀なキャラです。で、まあもちろん4次元の場合、通常4次元の場合ってわざわざバルキリー入れる必要はないんですけど、裏4次元の場合ってやっぱりキャラが限られてくるので、回復力も補っておかないとやばいんですよね。そう、全部ワンパンワンパンワンパンってわけにもいかないんで。なのでそういうところでもバルキリーが活躍してくれるという感じになっております。はい、もうこれ完璧な説明。もうバルキリーが強い理由、これで全部わかる。もう我ながらいい説明ですね。もうとにかくバルキリーは回復強くて HP 漏れてステータス高いから強いんよね。それ以上言葉はいらない。てかわかるだろ普通に。回復強いとかデイトナパーティーって弱いわけないやん。デイトナパーティーって回復力低いのが特徴なのに、バルキリー入れたら回復力高くなるんだから、まあ弱い様子なくなるよねって感じですね。はい。まあ無効感対応できないとかっていうのはちょっと4次元の場合は例外なんでね。はい。で、ここ本当は2パンしたかったんですけど、2パンできなかったんで、コットン打って倒していきます。はい。
まあ光の上に2セットぐらい組んであげれば十分バルキリーも軽く出せると思いますし、でコットンの副属性は闇3ウェイなんで絶対軽く乾燥するんで、はい、18コンボ21コンボさあこれでもう乾燥しまくりながら倒していきます。さあ続きましてボスですね。まあボスは誰が来てもいいですが、光ミルは個人的に嫌いなんでちょっと出てきてほしくなかったところ、水ミルですね。水ミルは、まあ、消せないドロップ回復コットンが持ってるので、これを活用しながら殴っていくだけです。キミルは半分時ロック解除、まあ、コットンもしくは雷神残しておけば大丈夫で、バルキリー継承の埼玉は溜まり次第ね、使ってもらえれば光消せない回復、ごめんなさい、光属性吸収無効の対策として使えるかなって感じです。まあ、光ミルは殴り合い頑張ってください。今回実際水ミル来てるんですけど、水ミル本当に殴っていくだけなんでめっちゃ楽ですね。14コンボ組んで殴っていきましょう。あ、てかなんか水ミルで思い出したんですけど、そういやまたパズドラって最難関ダンジョン更新するんですかね。今度10周年じゃないですか。なんか10周年だからっつって多次元のエッジをこの前出したくせにまた出しそうなんですよね。本当に最難関ダンジョンが出る分には全然嬉しいんですけど、コンテありで出してほしいな、コンテありで。もうコンテなしの最難関ダンジョン思んないわ。でも逆にコンテなしが思んないって人も絶対にいるよね。全然いいと思います。なんか僕としては別にもうパズドラに対して今、最難関ダンジョンいらねえじゃんって思っちゃってるんですよ。多次元が難しすぎて。だからコンテいらねえなって感じだと思ってはいるんですけど。個人的にはね、そういうなんか、最難関ダンジョンよりかは、神々の成績的な、短めの超難しいダンジョンが僕は好きなんで、まあ、実際来てほしい気持ちはあるんですけど。まあでもね、攻略動画とかで神々の成績なかなかいかないもんね。だからパズドラ運営は間違ってはないんだよね。ちょっとペースが早すぎるだけで。ペースゆっくりだったらいいんですけどね。だから個人的に10周年はね、裏木工場出してほしいですね。裏木工場。で、裏木工場アホみたいに難くしてほしいわ。もう本当に誰も勝てないぐらいに。でもそのままワードラに向かう流れめちゃくちゃ面白いんで。めちゃくちゃ難易度高くなってほしいですね。裏木工場は。なんかでも本当の話を、まあ今の冗談なんですけど、裏木工場は、むずくあってほしいですね、正直。俺、パズドラで一番面白かった瞬間は、木工場をやってた時なんですよ。僕、それは過去の話だからっていう人もいると思うんですけど、僕、多次元は、ほんと1ミリも面白くなくて、なんだろう、ゲーム作業してるみたいな、ぐらいのレベルの面白さだったんですよ。で、逆に僕、木工場って未だに面白いシーンが頭の中に何個も残ってるんですよ。そう。だから最難関ダンジョンとしての誇りを持って難しいダンジョンが木工場は来てほしいですね。だから別に称号も清流じゃないですか。清流なんてもう結構昔の称号だから今更欲しい人も少ないと思う。いるかな、いるならあれだけど、なかなかまあ結構でもやっぱね、越境とか時空とかそっちの方が良くないですか。わかんねえな。まあそれは人それぞれか。まあただ個人的には来てほしいなって気持ちはあります。はい、まあという感じですね。ラスト行きましょう。デイトナこれ光消せないされてますんで、一応闇ドロップで消せない回復してから殴ってあげると安心ですが、まあもう今回埼玉も打ってね、五条武器のダメージ無効もありますので発狂対策もできてるということで、このまま殴っていきましょう。ということで今回はバルキリーをデイトナパーティーで使ってみる動画でした。本当に回復力安定しますし、火力も出せる優秀なキャラになっております。はい、もう火力も見てわかる通りね、3000万からの4000。まあぜひよかったらね、バルキリー使ってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。